よしこ21歳です。8月10日、スターダム後楽園ホール大会、自分は赤いベルトのタイトルマッチ、白井優に2度目の挑戦です。もう2度目なんで、ここではもう絶対負けられないって自分でも思ってるし、自分が勝たないとスターダムの未来は一切ないと思うんで、8月10日絶対自分が白井優から赤いベルトを引っぺ返してやろうと思ってるんで、自分が赤いベルトを巻く姿、てめえら見に来いよ。そこんとこよろしく。はい、赤いベルト11度目の防衛戦、いよいよ11度目、2桁に突入して次の防衛戦となりました。今まで10回里村芽衣子を倒し、高橋七重を倒し、たくさんの強豪を倒してここまでやってきたので、2回目の挑戦のよしこには絶対絶対負けません。ここで必ず防衛して V20 まで私は絶対に行きますので、皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いします。